3泊4日沖縄宮古島旅行3日目第17弾です。前回はとってもお天気が良かったので宮古ブルーを堪能してきました。特に下地島の最先端17エンドでは透明度満点の海と飛行機を見ることができました。旅や観光を楽しみながら美味しいグルメを探して美味しいおすすめの場所を共有していくアラフォー・アラフィフ夫婦の Vlog です。過去の旅動画は再生リストにまとめてありますのでチャンネル登録してご覧いただけると嬉しいです。インスタグラムの食いしん坊ともちんもフォローお願いします。それではおすすめのカフェてんとむしさんへ向かいます。今日の動画ご覧ください。近いね。この方がいいじゃん。ほんまや。ここで待ってる方が。ほんまやな。すごいな。ええやん、バッチリやもん。およそ700メートル。この方が良かったって話。もう夏やね。もう夏やねこれ。春になれば。じりじり来るわ。来てんね。夏だわ。人がいる。帽子くるりんぱし。くるりんぱし。ほぼ車道入ってる。車道やね。何しとんねん。いや、そんなところで何やつ。左方向です。これこれも食べていいかな。ほらここ。ほら。あ、これか。目的地は右側です。お疲れ様でした。ね、かわいい。ね、本当急に晴れてきた。はい。何しようかいないと思うけど、もしアリンが出てきたらごめんなさい。で、ご存知5枚でしょ。この八重もハイビスカスですから。全然生かした氷じゃない。ぜんざい食べてないもんね。ないね、初めてだよ。うん、うん、おいしい。うん、おいしい。おいしいな。もちもちして昨日までだって氷なんか食べられんかったねえ、ほんとほんと。こんな感じなんですね。これが普通なんやと思う。本当に寒すぎてね、ここ当然だって美味しい。うん。すごいね、宮古いいとこ。美味しい。これ美味しい。美味しいわこれ。おげ。美味しかった。うん。ごちそうさまでした。すごい美味しかった。こんな風になるよね。ありがとうございました。さあ行きますか。テント虫さん良かったです。テントウムシじゃない、本当ね、と伸ばさへん、テントウムシ、テントウムシ。よかったね、美味しかったね、ほんまに。里のキビ畑、里のキビ畑の中やから、もうこれわからんわ。ここに書いてあるガーデンカフェ。5分。美味しかったな。美味しかった。ぜんざい美味しかったな。ぜんざい頼んで正解やわ。あれ美味しかった。マンゴージュースも美味しかった。マンゴージュースも氷までマンゴーやった。飲みたい言ってたからちょうどよかった。しかも安いし。安かった。ぜんざいってさ、俺こっち来て食べて初めてだけど。ぜんざいってあんな氷なの？氷。そうなの。うん。ぜんざいってなんか温かいそういうのがイメージ。ああ、向こうはそうやけど、沖縄のぜんざいったらあれなんや。あ、そういうこと。そうそう。うまかったな。美味しかった。あそこ当たりやね。ねえ、また行きたいね。あそこいい、いいわ。へえ、さすがやな、食いしん坊友人。すごいね。鼻利いたな。全然リサーチした上でいたんちゃうの。あ、今日通りすがりでございます。すげえな、すげえ。通りすがりのお店でピンときたの。ビビビッときたの。優しい奥さんねえ、面白いね。優しい奥さん。うん、あそこの中のご飯ものも面白い。うん、美味しそう。なるほど。美味しかったな。美味しかったな。左です。道なりで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。